マリー・アントワネット。ある王国でのお話です。マリー様、国民がパンを求めて城壁に集まってきてます。このお城の羊が慌ててお姫様に言います。お姫様の名前はマリー・アントワネットと言います。マリーは言います。パンがなければお菓子を食べればいいじゃない。羊は了解しました。と言い、 すぐその場を離れました。が、すぐに戻ってきました。大変です、マリー様。慌てて羊が言います。なんじゃ振り向くと、そこにはお菓子を食べてる生き物がいました。この生き物は、庭にいたところをマリーが保護したものでした。この子がお菓子を食べ尽くしてしまいました。なんだってマリーと羊は悩みます。 食べ物がなくなってしまいまいしたそんな時変なのがしゃべりだしましたお菓子がなければパンを作ればいいじゃない作ったよすごい量のパンが出てきましたさすがにお城では食べきれない量でしたので国民に配ることにしました次の日出つがこう言いますマリー様国民が感謝を述べたいと城壁に集まってきています マリーはこう答えます。そうか。そんなことよりも、あいつはどこじゃ羊は答えます。あいつとは誰のことですかマリーは答えます。私が庭で拾ってきたあいつじゃ羊は。はて、マリー様お疲れなんですか昨日は大量にパン作っていましたし。マリーは聞きます。私が作った羊は答えます。そうです。 国民も喜んでいますよマリーは頭の中が真っ白になってしまいましたあいつはどこに行ったのかいやなぜかパンを作ったのが私になっているしよくわからないことになっているマリーはそう思いながら朝食のパンを食べますやっぱり私の作ったパンはおいしいおしまい